tell you what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty.皆さん、こんにちは。今日は2021年8月15日、日曜日です。の、今はお昼2時5分です。はい、今日は、そう、ずっと楽しみにしていたレストランでランチをしてきます。そう、そこのレストランはグラマシータバーンなんですけど、友達とか先輩が働いてたり、あとはお花を私の友達が担当していて、そうずっと行きたかったんですけど、なかなかね行くチャンスがなくて、そう、しかも今レストランウィークですごいお得に食べれるんですけど、そうで先日そのレストランウィークでお友達が食べに行ったって言ってたんですけど、もうねレストランウィークでもすごい満足だったからぜひ行ってみてって言われて、でも予約が全部埋まってるからちょっと厳しいかもしれないって言われてたんですね。で、あのウェイトリストにずっと名前載せてて、そしたら奇跡的に、しかも今日で終わり、最終日にまさかの予約が取れたので、なので今日行ってきます。嬉しい。ということで今はユニオンスクエアにいます。公園の中、もうまさに公園の中で、そうね、この裏が、ちょうど裏が先日地元の友達と行った、なんだろう、バー、ピッツァ食べたとこです。もう今日はこっちなんで、気温は、今日の気温は28度、もうなんかそんなに暑くないのはなぜでしょうか。風がちょっとあるからかな。あ、でもこの日向にいたらちょっと暑いかもしれん。はい、そんな感じで行ってまいります。何がメニューは、多分なんかな、あんまりよく深く聞いてないんですけど、その行ったお友達から、でも本当に最高だから行ってみてみたいな、多分50ドルぐらいかな、でめちゃくちゃもう本当大満足できるよって言われたので、今日はちょっとだけドレスアップして今来てます。19丁目、イーストの19丁目にいます。この20丁目を左に曲がった先にお店はあります。あ、着いたかな、今ピヨってなった、友達かな、私もう着くから待ってね、マイフレンド。さあ、ここもねすごい気持ちが良くて最高なわけなんですよ。着いたかな、着いたか遅れるの連絡だと思うけど、着いたかな、どっちかなって感じです。着いたかな、いや、いない、この先なんですけど、ちょっと携帯を見ようかな、いない。Don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way up and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Cause I know what it's like to be broke, yeah.It's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up.
slow down. Yeah, I am on my way. I won't slow down.To be broken, and I know what it's like when nothing goes your way. So I'm just gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way, yeah. I won't slow down, 'cause I am on my way, oh, I won't slow down.I am on my way. Oh, oh, oh. I won't slow down. I am on my way. Oh, oh. I won't slow down.Mm. もう一つ先です。さあ、こちらが有名な教会でございます。Got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time.Makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we.You'll be the last one to think about.
だけで地元の駅に帰ってきました。はい、さっきねめっちゃ夕焼けが綺麗で、こっちに帰ってきてもそう電車でね7分ぐらいだから間に合うかなと思ったけど間に合わなかった。もう真っ暗、残念。今日の夕焼けめちゃくちゃ綺麗そうでした。見たかった。でも今日はめっちゃ美味しかった。今日のお昼、そうでもねレストランウィークはなぜかわかんないけど終わってたか適用されてなかったのか、そうまあいいんですけどね。そう最高のものが食べれました。バタイザーで牡蠣のオイスターのバター炒めじゃないけどバターで味付けしてあるやつと、あとメインは友達は魚のメインで私はステーキのメイン頼ん でカクテル1杯ずつで、あとデザートはシェアで、そう最高でした。いやー今日は贅沢しない、まあ普通ぐらいかなとか言いながらめっちゃで贅沢なランチになりました。いやでもいいんです。そう美味しいものを食べて、しかもいいこの空間の中で食べることがやっぱ私にとってはすごい幸せというか頑張れる種の一つになっているので、はい、というわけで明日は待ちに待った野球です。そうさっきもさ、そのまた友達の明日一緒に行く弟、友達の弟も MLB ショップに来てたんですけど、であの2人はもうちゃんとユニフォームじゃない T シャツゲットしてて、もう私はまだ決めきれなくて T シャツがいいのかユニフォームがいいのか、ユニフォームの方が断然可愛い、ね、でも100ドルぐらい違くてめっちゃ迷う。 T シャツで40ドル、ユニフォーム型だと140ドル、もうみんなだったらどっち買いますか、めちゃくちゃ迷う。でもどっちにしろやっぱさ、ここニューヨークだから家から着ていくことはちょっと不可能で、みたいな目で見られるからさ、だから球場について、まあ、両方とも着替えるんですけど、めっちゃ迷っとどっちにするか、なので私は決めれなかったので、明日試合の前でも、明日はもう練習風景から見に行く予定なので4時には向こうに着いておきたいから、その前にユニフォームを買うので多分3時ぐらい、そう3時にはあっちに、なんか事故、そう3時ぐらいには着いていないといけないので、2時、なんだめっちゃ事故、そう2時ぐらいに、1時2時ぐらいには出ないとなと思ってます。はい、というわけで皆さん今日もお疲れ様でした。ではではまた明日、バイバーイ。